私たちは人間と人間がコミュニケーションする中で、体の不自由な方の表現力をエンハンスするロボットシステムを考案しました。そして、ターゲットユーザーは首から下、が不自由な島非常派の方です。で、彼のような方は、ボディーランゲージを使って会話を楽しむことができないので、そういう、何点あの持ってないところを補うためにロボットを使うっていうようなアイデアです。システムとしては、カメラを使って、カメラの、から取得される表情認識、で、感情が抽出されて、その情報がロボットに送られて、リアルタイムでロボットが動いてくれる、ような仕組みになっております。それに合わせて、マイクを使って、音声が、取得されていて、単語解析で単語の曲線を見て、またそれも感情認識に、使われています。スピーチを変動するのに、使われています。以上です。何です？微妙？